皆様ごきげんよう。ナイスク新刊紹介の時間です。司会は私、カメラは全くの初心者、新井です。よろしくお願いします。今回は11月に出されました技術評論書の今すぐ伝える簡単ミニシリーズキャノンイオスキック X8i をご紹介いたします。この本を担当された石川さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずこのカメラはどのような方が使うカメラなんですか？はい、EOS、キャノンの EOS キスというシリーズで、はい、どちらかというと初級者向けのシリーズになっていて、はい、で女性の使用者が多いカメラです、はい、なので、今回も、お子さんがいる若いお母さんとか、若くないお母さんでも、はい、あのカメラちょっと始めたいなと思う方にぴったりの機種かと思います。はい、ありがとうございます。はい、次に苦労したところはどこですか？そうですね、私自身もあとカメラの、初心者なんですね、新井さんと一緒で、はいはい、なので、一からカメラを使う、初めて使う立場になって作ったので、逆にそういった面で大変だったんですけども、逆に言うと、初めて使う人の気持ちが分かったので、そういったところを制作に活かせたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、最後におすすめポイントはどこですか？はい、この本はシリーズなんですけれども、今回写真家の、種木豊さんに撮影をお願いしたんですけれども、その作例のページが第5章に当たるんですけど、このカメラのユーザーになるお母さんたちを意識して、こうやって赤ちゃんだとかですね、あとは、小学生ぐらいのお子さんの、魅力的な写真が載ってますので、そういったページを見ながら、あのご自身のお子さんを撮るにはどうしたらいいんだろうかとか考えながらですね、読んでいただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。こちらの技術評論書より出された今すぐ使える簡単ミニシリーズキャノンEOS キス X8i は全国書店 Amazon にてお買い求めになれます。ぜひ買って読んでください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。